私を律者だと言いましたね。でも私の信念は崩壊と戦うこと、そうでしょ崩壊はそんな存在を許しますかその力を持ちながらも、それに反抗の刃を向ける存在を。この世代の崩壊と律者は、今までとは違います。前例もあります。 ジョイスさん、ベルトさん、キアナ。彼らは律者でありながら崩壊と戦ってきました。それなら、私が律者であるかどうかは関係ないですよね。私が人類の味方でいればいいのでしょう重要なのはあなたの考えではなく、行動にあります。私から見れば、 あなたは人類のために戦うと言いましたが、実際は崩壊に有益な行動をとっています。あなたは崩壊に対抗する天命とヨルムンガンドを攻撃しました。きっと機会があれば、あなたはネゲントロピーに同じことをするでしょう。ネゲントロピーは攻撃しない。信用していないからです。そこには、 ハイリスクな者たちもいます。キアナ、ブローニャさん、メイさんとゼーレさん、すでに三人が律者になっています。それを否定できますテレサさんもゼーレさんも、律者の素体としての資質があるでしょ何もかもがオットーの計画の可能性があります。私はオットーの駒になりたくない。 話がそれましたね。私を律者だと言いましたが、その証拠には何の説得力もありません。私は脅威だと言いたいみたいですが、理にかなった説明もできていません。むしろあなたに聞きたい。あなたは絶対に正しいのですか 私の頭の中の声が崩壊の意識だというのなら、あなたはもっと怪しいじゃないですか。肉体すらない。あなたの媒質は全世代の律者コアです。私たちの中で崩壊側につく裏切り者がいるとしたら、私よりあなたの方がずっと可能性が高いです。 私は決してそうなりません。私も同じことが言えます。そんな台詞に何の意味があるんですほら、ここには私たち二人だけ。私は簡単にあなたを壊せます。しかし私はそうしません。なぜでしょう あなたは友達だから。あなたはもう一人の私で、私はあなたのことが好きだから。気に食わないからって殺したりしない。それは、私が人間である証明ではありませんかそれは、 あなたが自分が誰だかわからないという証明です。あなたが私を残したのは、好意を抱いているからではありません。あなたのことを肯定し、支える誰かが必要なだけです。あ あなたとは気が合いません